間違い電話の本人と実際に会ってみたい。間違い電話の本人と何時間でも話してみたい。間違い電話の本人は結局何にも知らないままに終わる。え、どうも、十立災人ホームセンター造林釜です。え、間違い電話を通じて様々な人と 出会ってきました。あの人もこの人もあの声だけは覚えています。えー、では今日も自由律採集 TV を放送していきましょう。えー、今日も中級講座で、えー、まずはあの恒例の即興曲をやっていきましょう。今日は新宿フレアアイ公園という場所に来ております。うん、これはですね、まあ新宿の真ん中にある公園ですねここは。ここで一。 工事車両やや多めめめました1句工事車両やや多め、うん、そういう場所の空気がありますね、えー、では放送していきましょう、えー、今日のタイ,トルタイトルはこれで、えー、中島義満さんの名言人生を半分降りるについて考えるということでございます、えー、皆さんあの中島義満さんってご存知でしょうかあの哲学者ということで一応なっていますけど あのいっぱい本を書いてですねあの、一応大学教授だった時期もあるのか、今、教授なのか、もう年も70後半になられて、だいぶ年も召してこられましたけど、えー、この人、いっぱい本を書いてですね、面白いんですね。で、特にあの若い頃すごい影響を受けてですねあの、俳句に出会う前、若い頃結構悩んでたので、で中島秀道さんの本はなぜかですね、心に響いて、えー、ずっと読んでました、えー。なぜかこの人の本は面白いと。 一応哲学者というふうになってますので哲学の本を書きまくってるんですね、えー、ですがせ本人もですね、あのー、先生と呼ばれることを非常に嫌がっていますんであので、はい、そういうことをしたくない人間が中島義満先生,もう先生と呼んじゃいけない中島義満さんはそういう人ですあの先生と呼ばれたくない人、えー、基本的にそういう人ですでこの人自身が面白いんですね えー、やっぱりあのー、三等海法塞とですね、すごい近いキャラクターです。あの、大体一緒と言っていいでしょう。あの、方向性としてはやっぱり、三等海法塞と同じ方向に行っちゃってる人ですんで、えー、だからですね、基本的には、あのー、ドロップアウトをしております。あのー、一般的に、まあ、簡単に言うと、家庭とか仕事とかですね、あのー、国のために貢献するとか、えー、そういう会話からはもう、 外れてしまっている人生ということで、はい。あの、もう自分はそれはちょっとダメだったということで、どうしてもそっちの方やりたくはまあなかったということで、本能的に。そう。それはやめましたという人ですね。で、で何がやりたいか、それは考える。哲学がやりたかった。で、本人も散々言ってますが、哲学は、あのー、良いことじゃないので、そう。善悪の基準でやってないので、 ということじゃなくて自分が考えたいことをひたすら考えるっていう世界ですんでだから道徳的なモラルはないとそうモラルはないだから危険な状態ではあるんですけどうんだから前放送したあのトランス状態の話がありましたよねあのトランス状態っていうのもですねかなり哲学と近い状況ではあります善学の基準とは違う方向性にっていうので、ね、モラルとは関係ないとでも考えたいという時そうでひたすら考えた人がこの 中島義満さんですまあ先生とはあえて呼びませんそうえー、そうですねでまあ今思ってみてもまあ今の私も振り返ってみてもやっぱり基本的にはちょっとこの普通の成功ですねこのまあ要は学校だったら勉強してそうで家庭を築くまあ結婚して子供を作る会社入ってまあ働く仕事上達する国のために貢献する。 そういうい会話が繰り広げられてますよね様々なで国をどうするかそうそういう話そういう方向性えー、でもなぜか自分はそういう方向性からはドロップオアウトしたという人生そうですねうんまあしょうがないけどちょっとそうなってますまあこのジルイ t イティービーもそうですねちょっとそういう方向はやってないです家庭とか仕事とか国とか ちょっと基本的には違うことやってます。全然違うことをやってます。で、ただ考えてます。で、この先生の特に名言で好きなのが、いまだに好きなのが、この人生を半分降りるという本だったんですね。で、それを若い頃読んで、ああ、めちゃくちゃ面白くてですね。で、いまだに思い出すと。いまだに面白いです。この、この言葉。これ自体がもう一句としていいなということで、で今日は放送します。あのー、人生を半分降りるという言葉ですね。 なぜかこれがコロに響くと、えー、これどういうことを言ってるのかっていうことは、まあ、初めて聞く人はわからんと思うんですけどそれちょっと紹介しましょうかこの人生を半分降りるって何っていうことなんですけどまあですねやっぱりその一般的な普通の成功というものをですね、まあ、放棄して諦めるとそういうことですあのでも全部諦めてしまったら危ないのでダメですあの全部人生全部降りるって言ったらそれは自殺するとか人を殺すとか 発狂するとかそういう話になりますんでいやそうじゃないそこまではやらないと半分降りるというところが面白いですねこの普通の社会的成功からは半分降りましたという状況ですそう半分諦めたそうもうまあ二十歳超えてですねまあ確かに二十歳超えた頃から気がつきますよね成人したけど自分はん成功してないぞというかこれから先も多分成功しないぞということに気がつくわけですね 多分一生自分は成功しないと。普通の意味での成功はしないと。まあ、いわゆる結婚して子供作ったり、会社でバリバリ働いて、会社ますます良くしたり、まあ、国のために貢献して、なんか人助けしたりとか、そういう普通の意味での成功はどうやら一生しないようだということになってきて、で、いわゆる失敗した人というふうになってくるんですね。この失敗した人のコース。ずっとこれから先も、 たぶん将来ずっと失敗した人間として、まあ、生きていくと、そう,そうなっていくであろう。で、本人の本能的にもですね、どうしても成功した方向に行きたくないですね、この、あのー、まあ、幸せな家庭に気づいて、会社でバリバリ働いてで、国のために尽くすと、そういう人生、なぜか、いや、なぜかやっぱりやりたくないと。えー、だから半分降りるという話が出てくるわけですね。うんで それで,でその視点から見たらいろいろ考えられるしまあ納得できるものがあるとそうもう諦めたんだけど、まあ、諦めたら諦めたで、まあ、自暴自棄にまではならないとそれはもう全部降りるって話ですからそうじゃなくて半分降りるでこの冷静に考えるっていうのがですねこの中島先生の特徴なんですねあ先生と言うんですけどそのあのー、多数派の意見で あの嫌なことだから考えないっていうことはしないという哲学不快なことでもとことん考えるっていうのがこの,あの中島、まあ、先生と呼んでみましょうか中島先生のスタイルでそうそれで嫌なこと失敗した自分ということをですねひたすら考え続けるわけですねそれでいろんな新しい目線が見えてくるでこの人生を半分下りるということはいま、ね、だに面白いそうしかもこれ年が重ねるごとにですね 失敗要素がでかかくなってきますから若い頃はまだ希望があるんですよねいろいろそうまだ可能性があるあ希望がたくさんあるでも年を重ねるごとに自分の失敗度が高まってくるわけですねあれかなりこれは失敗してるぞそう多分これはもうそうだぞだから失敗が確定してきた時点でまあさらにもっと半分降りて考えようとなるわけですねうんだからそこから苦わいがめるんですねまあでも これってさ田三うかや尾崎きほうとなんか同じことやってるような気がするんですね。このだからですね、それで今日放送してるんですね。この人生を半分降りるっていう人たちは、まあ、たねださんや尾崎き斎のことです。あの、ぶっちゃけ、あの人たち、人生を半分降りた。で、俳句を読んでた。で、普通の成功はしないままに、一生終わった人ということになっています。非常にわかりやすい放送で、うん、人生を半分降りた。 でもなぜか半分降りちゃうとくが読めるんですよね。それが不思議なんですけど、まあ、放浪の旅に出たりとかですね、そういうことをやっちゃうとなぜかくが読めるんですよね。うん、それが不思議なところなんですよ。だから挫折、そう。逆に挫折しないで生きてるっていうのは見えない視点があるんですね。ずっと成功してずっと,ずっと幸せって人は味わえない世界がある。そう。だから、 挫折ししたた人、人、敗北した人失敗した人がですねその人しか味わえない世界を知ってるわけですねうんでそこから考えてそこから句を読めるとそう特に失敗した人というのは何て言ってるかな誰からも共感を得れないそうまあ孤独がやってくるんですねどうしても褒められることがないとむしろ批判されまくるとそう失敗したんだからそう 人生を失敗した人は基本的にはやっぱりちょっとですねもしくは周りからも遠慮されてですね距離を置かれちゃうわけですねなのでどうしても孤独になると失敗した人間は孤独になる、えー、だから一人の視点が見えてくるんですね一人で考えて一人で一人でこの状況を見続けるとどうしてもそうなってくるとえー、だからですねそれをそう孤独になって人になっていく でも実はそれは俳句を読む上では重要不可欠とそうじゃないとできないことがあるとだから句が読めるということですねあの席をしても一人席をしても一人っていうのはまさしく人生を半分下りた人の世界観でそういうことになってんですね違う視点から 自分は孤独で病気も患ってもう先は長くないどうするんだってなった時に半分降りてちょっと違う角度から見ていくともうそれしかないとなるわけですねあとこの全員がまあ優等生だったんですよ全員が成功者で全員が優等生だったらこの世は成立しないっていうのがあるんですね、えー、だから哲学は必要かと思われますね確かにもしも全員失敗しないで全員が優等生で みんな健全なみんなすごいですあのー、家庭も築けて仕事もできてそう朗らかな人たちばっかりだったらこの世は成立しないとだからこの失敗した人は失敗した人なりに重要性がある生物多様性ですよねまさに生物多様性において必要だから生き残ってるぞ。そういう発想まあこれがそうですね、まあ、中島先生が言ってる、まあ、哲学するっていうのは もう失敗して孤独になるんだけどそこからじゃあ考えようとでどんどん考えれるとそう失敗して楽しくない時は嫌でも考えますから脳みそがだからある意味脳みそがフル回転しますそう嫌だから嫌で嫌でしょうがないから脳がフル回転しますフル回転するけどかといって答えが見つかるわけではない ででまた考えるわけですねあとはこのでもスマホの温度が上がってきたなちょっと危ないかもしれないちょっと窓を開けましょう温度が上昇すると止まる仕組みになっていますスマホはあとはこの有名な人ではですねマンガトロ漫画太郎先生そう漫画家の漫画太郎いますよねあの人も多分人生半分降りてると思うんですよね基本的にはドロップアウトしてます萬賀太郎が 普通に家庭を築いて会社勤めしているイメージは浮かんでこないですよね普通の漫画家じゃないです明らかにで多分作風的にもですね全否定される作風ですあ,のある人によってはこんなの漫画じゃないって全否定されるような作風なんだけど本人のキャラがもう本能的にそうですねドロップアウトしてるからもうそれをやり抜くしかないというそんな感じですよねだから漫画ろうは誰にも真似できない漫画が描けるんですけど そうもう今から変えようにもですねもう変えれないしもうそれやるしかないっていう人生半分降りるとそうそういうことですうん確かに大人になった時に分かるかな20歳を超えた時点で失敗作ってなった時自分がそこでやっぱりこう人,人生半分降りてじゃあ哲学しようって思った方がいい気がするんですね二十歳超えて失敗っていう風に扱われたんですねそこでこう困るんですね こういうい道のりがなかったらそうしたら極端なことになっちゃうんですよ。それこそ自殺になっちゃうんですよ。こうだから自殺者を予防するためにも、やっぱりこの発想はですね絶対重要、絶対重要そう。私も絶対重要だと思いますね、こういう考え方は。じゃないとみんな自殺しちゃいますよ。そう人生を半分降りて、じゃあもう全然違う目線から考えればいいんだと。とそ,そして考え直す。どこまでも考えていく。で、毎日毎日。 理不尽なことばかりが続くけどででもももそれでも何も考える考え続けるなぜこうなのかとそう、あのー、考えないでいることも、まあ、楽っちゃ楽なんですけどそれはですねあの麻薬ってですね痛み止め打ってるだけなんですよねそのなんか嫌なことを考えないで正しいことでごまかすっていうのは、まあ、麻薬そう薬やってるのと同じ状況ですのでそうじゃなくて嫌なことは。 なぜそれが嫌なのかそのなぜのその嫌さをどうやって使うかとかですねとにかくあらゆる角度から考え続けるとそれが重要であるということでうんだからやっぱこの読み方も自分が成功したことを国読むこともまあいいですけど自分が失敗した人間である挫折した敗北した人間であるそれをですねめちゃくちゃ使えるっていうのをですねとにかく今日言いたいんですねとにかくとにかくそう でまあそれでやっぱ尾崎彭斎がやってるから手本になるわけですね尾崎彭斎は普通の人生はからは失敗したけどでも句を読みましたそう人生を半分折りて違う目線からそれを冷静に沈着冷静に見たからそう中島先生もそう沈着冷静ですねとにかくなんか不快なことをごまかさないどこまでも沈着冷静に考え続けるじゃあこういうふうに考えるか。 あらゆる考え方は無限ということですねでこの考え方っていうのが多分3桁程度じゃないと多分3桁程度で諦めてたんじゃもってないですねこの嫌な失敗したことっていうのはですね。嫌な失敗したことは何回でも考え直せるから何万それその何億回考えてもいいかなと思うそうまあ何億考えれるか分からんんですけどでもそのぐらいトライアルしたらある日分かると思うんですねあこの失敗はじゃあ。 こういう失敗として見てきゃ面白いかもなと、うん、これは一生失敗として言われ続けるけど、まあ、このように考えれば面白いとそう使えるとそんな感じなんですねもしくはさらに失敗がさらに違う失敗と呼んでいたものがなんか違うものに変化するのかなこのそんなものが生まれてくるんですねでも中島先生も言ってますけど このの哲学っていうのはですね、基本的には無用です全く役に立たないことをやっているというのがポリシーですのでというか役に立ってしまったらそれは哲学じゃないよとそうなんか政治とかですね、思想になっちゃうんですね哲学っていうのは全く何の役にも立たないことが重要であるでも考えるそうだからゴミみたいな扱いにされてるのが、まあ、本来の姿なんですね 哲学者はゴミ扱いされるとそうだから中島先生もどうしても、まあ、ゴミ扱いされやすい作風なんですけどまあそうですよね本の内容的にもどうしても社会のゴミとして見られてしまうかのようなうんでもでも主張というかですね考えたいんですね主張っていうかですね,ですね,、まあ、ですねとにかく考えたいんですよそこでやめない考えることをやめないこのゴミのような設定から何が見えてくるのか ゴミからはこう見えるぞとそう,そういうことを考え続けるんですねうんだからやっぱりいまだに面白いですよ中島先生はうんでもなんかだいぶ年取られて今脳梗塞で入院されてるって書いてあってびっくりしましたね、うん、まあでも確かに年齢的にもうそういう年になられたかと思いますうんいやーでもこの人生を半分下りるいまだに一句としてもらっていますあのい、ー、まだに使えますんでますます考えさせてもらってますんでまあそんな感じです やっぱりこの無用というところがいいですね。無用。全く何も役に立たないということです。でもそれでも考えたいことがある。なぜなら自分は失敗が確定したからです。そう。まだ成功する可能性があるのなら、な失敗が確定したのなら、やはりこっちをやりたいということですね。うん、そして半分を降りてみましょうということです。えー、中級講座になっているのは、これが中級講座って皆さんも思うかもしれませんが、うん、でも3等や高裁はですね、 あのー、そうなんですよ人生半分失敗したから、うん、だからこうなってるんですねだから三等舎や法廷のことを知りたいんだったら今日の中級講座はですね、あのー、重要ということなんですねどうしてもやる必要があります、えー、では、えー、今回の放送を終わりますえあと中島先生の本で思い出したのが、えー、実はですねこの 今の日本にに生ままれれていいいるるこことととがかか幸せせでであうもすすね考えさせられます哲学者ってのは全く役に立たないことを考えているのであのー、多分時代とかが違ったらですねあの逮捕されて牢屋にぶち込まれるようなことをやっていることになるわけですね。えー、あのー、悪の存在であるともし違う国に生まれて違う時代だったら刑務所にぶち込まれるようなことを哲学者はやっているので、うん、そこはですね実は すごい幸せなんですよね今の日本は。そうなんですよ役に立たないことを考えているので、自由リサイクもですねちょっとちょっとその毛がありますんで、あのー、自由率そうで個人の自由について考えてますね。自由率基本的には自分のことを考えてます自由主義サイクっていうのはだからですね時代が違ったらこれは確かに刑務所に入れられるようなことをやっている行為なので牢屋にぶち込まれるそう。 もう国のために貢献することだけが全てだっていうまあ今で言ったら北朝鮮ですよね北朝鮮みたいな国に生まれていたらあの十里細工時代が犯罪というふうにそうもしも時代が国が悪かったら十里細工というのは犯罪ということに扱われてしまうんですねそう哲学者もそうですけど哲学者もそうだし十里細工もそうもしも時代が悪かったら犯罪者としてあの牢屋に入れられてしまうようなことをやってるので これをオープニンやらせてもらえてるってのはですね、すごい幸せと、この自由律タイプ TV の放送も、まあ違う国でやってたら逮捕されますんで、そう、もしも、そう、例えば戦時中の国だったら、まあこれはちょっと有害ということで、逮捕される可能性があると、そう。うん、だからいかにちょっと、まあこの国に生まれてよかったかということを、本当は実感した方がいいですね。すごい幸せな状況。基本的には逮捕までされませんから、そう。あのー まあ批判されるようなことあったとしても、さすがに老屋にいられることはないと。そう。だからめちゃくちゃ幸せな国に生まれていると。それを実感する必要がうんあります。あとこの時代に生まれたこともまあ良かったと。そう。そうですね。違う時代に生まれてたら何したのか。逆にそういうことが禁止されている国に生まれてたら、じゃあ何をしようかって考えさせられますね。うんそ。それが犯罪として扱われるなら、 まだとししたやっぱクーーデターを起こすすかないですよねそんな国だったらどうにかしてこのクーデターを起こして国を変えるしかないって本気で思わされたんですよねうね、ん。とまあちょっと余談ですけど、えー、そういうことを考えさせられました。